これはバッタの親子なわけないですよね。バッタが小さいバッタを背負ってます。皆さんこんにちは、 DK です。今日も愛犬フェイフォンの散歩です。左の耳の後ろになんか黒い点があるんですけど、これ見てみたら、マダニがついてもうプンプクプンに腫れてました。すぐにですね除去して、潰そうと思ったんですけど見失いました。足の腫瘍の方は相変わらずですね、大きいですね。この腫瘍が原因でちょっとこう足をですね引きずるような感じになってます。曲げるのが少し困難になってきましたかね。というよりもうかなり歩行自体がもう筋力的に無理な感じがします。今年の春3月ぐらいはですね、まだ川土手の方に散歩に行ってたんですけど、もう徐々に、体力が低下してきて、老衰かなというような感じです。こうやって散歩しててもですね、途中で止まって、座り込んだりすることもあります。もうおじいちゃんですね。遠くに見えるのは平尾台です。壮大ですね。フェイフォンの表情を見るんですけど、やはりですねもう老化というか、認知症が少し入ってるんじゃないかなというような感じです。私を見てもなんかこう認知してないような感じが少しあります。はい、食事の時間だけは元気がマックスですね。こけてでも食べます。私は、犬の散歩が終わるとだいたい倉庫の片付けに入ります。見てわかるように、めちゃくちゃ太ってますね。現在体重が 74.5kg。 退職して、2ヶ月間何もしてないでこうなっちゃいました。いやー痩せないといけないですね。12月には試合があります。それまでに 66.5kg 以下に落としたいと思います。それにしても風がとっても気持ちいいですね。こうして作業を終えた後、犬と一緒に風に当たってます。これはうちに住み着いているカエルです。何匹かいますね。さあ今から走ろうかな。1時間頑張ろう。